さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。さあ、今回はこのバミトカの祠の攻略からスタートしていきましょう。あれ、ラウルの祝福だった。前回はこれ祝福じゃないかなと踏んだんだけど、まあいいか。大容量バッテリーありがたい。というわけで、おはようございます。よう来たのー。祠が特に仕掛けがないとな。わしもちょっとほら言うことがあまり考えられんのじゃが、まあウォートリー村はいいとこじゃよな。ソルトスパなんかはもうわしすごくハマっちゃって、奥方にもなすり込んでやろうと思ったらめって言われてちょっと悲しかったのじゃ。いつもなんかそういう悲しいお話ばっかですね。まあああいうサービスってやっぱり慣れた人がやらないと、なんかこうお肌とか逆に傷つけそうだからしょうがないですよ。しょうがないの。よし、まあとりあえず祝福の光はもらえたところで、じゃあダスキーダ山行きましょう。ふう、さてと、馬穂は連れてきているので、さあ今回はダスキーダ山、そしてウーロコ岬あたりを見ていこうと思ってます。うん、とりあえず周りを確認しながらかな。さらにちょっと小高いところがあるけれど、うん、上の方でも向こうが岬だとしたら、ここは登っておくべきかな。うん、よし、これクライムシリーズに見せかけて実は下が炎の服ですからね。火炎の服っていうのかな、いわゆる桜田スタイル。うん、特にこれといって何かがあるわけではないかな。お、あそこに宝箱あるね。うん、上の方になんか大岩があるけど、ふむ、迂回して上から登ってって感じかな。あいつは今のうちにやっつけておこう。これ、うん、威力100。あ、うん、まあいいか。あれ、意外と無事。うん、よし、こちら側は一応見ておこうかな。お、ソリだと、うん、大砲付き。ああ、ほい。わあ、馬穂ここまで来れたのすごくない。じゃあ馬穂の、でも馬穂だけを走らせるってできないよね。うん、俺を引っ張っててみたいな、そういうことができないから、それはちょっと無理な相談かな。馬穂に引っ張ってもらいながら自分で大砲とか撃てたら最高なんだけどな。うん、ご主人何やってんのみたいな、そんな感じで思われそう。うん、なるほど、これは後ろにつけるべき。うん、
よし。これは何だろう。お、火炎の頭竜か。これは、よくわかんないけどつけちゃえ。ソリがついてるからなんかこう変な感じがする。あの拠点のあたりには特にこれといってお宝とかはなさそうだな。うん、よし。魔法がいるのにこのソリに役目があるのだろうかと言われたらちょっとなさそうな気がするが、さあまずは大きく迂回して、これはおっと、おふる。ん？よし、じゃあ一旦ここで止めておいて、馬穂に当たっちゃうとまずいよな。これはズルズルといきそうな予感がするな。逆さまに、ちょ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 い。これはこうかな、これぐらいかな。こうじゃ、あ、なんかまあなんとかなってほしいかな的な。ちょ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 い。だ。ちょっと待って。大砲そんな下に向けてた？前につんのめってる形だからな。ちょ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 、押さないで。これ絶対痛いでしょ。逃げられた。でも高いとあまり当たらなそうなんだよな。あ、でも角度的にちょうどいいかもこれ。わあ、ちょっと、まあよし。今のうちに、多分何体かはこれでやっつけてるはず。思ったよりかはなんていうかやれてないというか。おっと、危ない。高台を利用して多少のダメージは覚悟の上。なかなか、よし。あっと、動いちゃった。よし、諦めてくれたかな。よし。あれ、なんかしゃがんだぞ。しゃがむのもおかしくない？せっかく手へ行って行こうとしたのに。あ、そっか、不意打ち後ってしゃがむんだっけ。そっかそっか。でもしゃがんでるとできないってある？ないよな。不
思議な感じだった今。今度不意打ちを決めた後にもう一回構えてみようかな。よし、これはもらっていきたいところではあるが、でももともとそこそこなものがあるから、とはいえやっぱりってところか。うん、よし、火炎の実とかいっぱいあるからこれでドカンといってくれっていうことなんだろうな。結局これ使わなかったな。たまに置いてあるけどどう使ったものかわからないっていうね。これまたさっきと同じことになる。うん、あーダメっぽいな。これは後ろには下がるけど、うん、ほいほい。うーん、前に角めてしまうのでうまくいかないな。砂漠とは全然違う。おお、頑張れ、いけるぞ、お前ならいけるぞ。よし、さすがに坂を登っていくパワーはほとんどないか。というかこのソリがさ、滑って落ちていく力が強くて相殺されているっていうのが正しいのかな。うん、かもしれない。うん、システム的に落ちてるのかもしれないな。よし、うん、いかにも何かありそうだったけど下方向に感知。ん？なるほど。ウーロコ岬に眠るっていうチャレンジ。ハテール海を望むウーロコ岬、その足元に海賊の残した岩やあり、口より音色奏でれば宝への扉開かれんというお話。これやっていきたい。お、なんだって。うん、まさか。うわあ、うん、疲れちゃって全然動けなくて友達のところに行きたいなって。どうやって行くつもりだったの？っていうか逆に友達はどうやって行ったの？ここまでは一緒だったんでしょ？周りに翼とかないと。何もないじゃん。まさかソリで。いや違うな、一旦下ろしてもいいから下から行けってことか、多分ね。あ、ほら、あの辺りにちょっと建材とかゾナウギアがあるっぽい。ふむ、岩屋っていうのはどこかわからないけど、この辺りにあるってことだよね。うん、馬穂に蹴ってもらおう。あた、ちょ、馬穂こっち。あ、蹴ってくれなかった。
チクッと。よし。じゃあ君はちょっと置いといて。でもおそらくね、これ下ろすんじゃないかなって思うんですよ。ごめんね、こんな高いところからドポーンと行くことになっちゃって。もうちょっとなんていうか段階を踏んで行かせてあげたいんだけど、そのなんていうかあるかなないかなって言われたらちょっとないような気がするんだよな。うん、よし、ついでに違うコログが見つかったぞ。よし、さっきのコログはいなかった。いいね。おっと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 、待って、そこ気になる、お、鳥の卵。うん、あとは特に出っ張っているところはないかな。前作でもね、こうやってその鳥の卵が置かれているようなところを経由していけば、こうやって地道に登っていくことができるという、そういう感じでしたけど。うん、意外と上までが遠いな。あれ、鳥の卵入ってるね。入ってる。これはパワーが尽きるか。ふう、ソルトスパに入っててよかったぜ。ソルトスパは入るというものではないか。体を磨いてもらってよかった。よし、上にコログがいないってことはちゃんと下までは届いてるんだな。ほうの途中で何かないか。うん、鳥の卵がたくさんある。うん。やっぱりいろいろと取っかかりがあるね。これは結構大変そうだけど、一応コログがいないかをチェックするためには必要かな。うん、もう大丈夫かな。おっと、使いすぎた。使いすぎたというか、配分を間違えたというか、うっかり飛び出たというべきか。しかしこのソルトスパで得られた活力、よし、だいたい見れたかな。あとはその海賊の岩屋っていうところか。うん、コログちゃん、カンドル、コログは
波に流されないんだね。おお。うん、連れて行ってあげたい気もするんだけど、まだちょっとその時ではないっていうか。ここでしばらく待っていてくれ。うん。まあしょうがない、今はこのウーロコ岬。さてさて、岩屋とは？うん、ヤシの遺跡。ここは前作とあるイベントがあった場所ですけど。お、コログ発見。お、カニ。よし。うん、あと一つぐらい矢印があっても。あ、あったあった、なるほど。さて、あ、あんなところにもあったね。口笛を奏でる岩屋と言われたら、とりあえずここではない。どこか分かりやすいところがあると思うんだけどな。本当に岬の先だったらさっきの場所だよね。冒険手帳、ハテール海を望むウーロコ岬、その足元にだからね。さっきコログがいたあたりを重点的に調べるべきかな。ああ敗北、悔しみ。いいぞ。あ、うん、今度という今度は一巻の終わりかと思っちゃったけど、君のおかげで助かっちゃった。はーい。お、ありがとうございます。お、この辺りにも地上絵があるっていう噂を聞いて駆けつけたのよ。ここにいるってことは君も地上絵を探しに来た。どう？私の推理当たってるでしょ？全くもってその通り。こんなに歩き回ってて地上絵が見つからない。うん、はい。まあ逆にそのスレスレから見たら地上絵見れないよね、やっぱり高いところから見ないと。うん、あれ？なんかさっき見たような。困ったな。わあ、この辺りずいぶん遠い人たちが多い。ここでしょ？うん、しまった、馬穂上に持っていくんじゃなかった。一応イカダもあるけど、その前にまず岩屋。この辺適当に鳴らしまくって。お、扇風機、操縦桿。じゃあこの扇風機はゾナウカプセルがパリッと割れちゃって出てきたのかな。
鳴らしまくる。これはスピードアップだな。中途半端。これスピードアップ状態だとなんか中途半端になる。ほら口笛のモーションがスピードアップしてるから最後まで口笛が鳴らないんだ。変なの。イカダを使って周り見れるようにした方がいいかな。ああ、これだ、これ使おう。ここに操縦桿は見当たらないが、おーぽいぽい発見。ウーロコ岬崖下の洞窟。あ、中途半端でもいいんだ。ようやく中途半端に吹く理屈が分かったよ。よし、お、早速発見でいいのかな。確かに海賊の岩屋って感じ。映画みたい。ちょ待って、しまった。海賊船にはつきものの、あれ、なんとお宝が骨にうずもれちゃってるじゃないの。というか骨じゃないの。うん、とりあえず明かり花を取ったけど乗り込むしかないか。風のタクトっぽい雰囲気になってきたな。まずは周りをチェック。迷いはおらんかえ。お、こっちかな。宝箱もあるじゃん。よっ、うん、なかなか悪くはないね。これはポイッと。よし、あ、ウルトラハンドじゃ掴めないんだっけ。よし、おお、おっとっと、トーレルーフが使えそうなのはここかな。あれ、嘘、ちょっと待って、いけるじゃん。おー、それっぽい。森人の剣に、おい、
おお、幽霊戦じゃ。ふん。まだ光ってない。よーし。上にお宝。なんか桜田さんの格好したつもりが、なんか俺すごく海賊感出てきたな。重心の弓、結構すごいものが出てきた。よし。なあ、今さら周りのあの炎が消えても、幽霊的な炎だったの。うん、下。ここかな。あったチンクルのズボン。妖精に憧れた男が好んで身につけていたズボン。その男にとって緑の色は妖精の証だったらしい。簡単には手に入らない品のようだ。うん、履きたいかと言われたらちょっと履きたくはないけど、せっかくだから。夜間移動スピードアップ。夜間移動スピードアップ、なるほど。他には何もついてないよね。うん。ドミダクブリセン兄弟から聞いた古文書の内容。ハテール海を望むウーロコ岬の謎を解き、盗賊ラムダの財宝を手に入れた。これで全部のドミダクブリセンのやつは解けたかな。よし、お片付け。うん、他にめぼしいものはないし、迷いはやっつけたし、ここはこれでオッケーかな。ここだったか。うん、よし。あっちが迷いだったんだよね。うん、じゃあ上に上がっちゃうかな。なんか随分その蜘蛛の巣が、確かにあの幽霊船って蜘蛛の巣張ってそうなイメージだけど。上までよろしくお願いします。これは長旅。お、ふう。さっきあんなに崖周りを掴んで一生懸命登ってたのに、あっという間だ。うん。一応離れると元の地点に戻るんだね。ここにワープマーカー置いておくべきか。うん、よし。うひっ。うん、君を別の友達のとこに連れて行きたい。よし。あ、見なかったことに。ふう、下り坂もさ、かなりの脚力がないとうまく降りられないよね。さすが馬ホース。あとは馬ホにな、なんかこうペガサスの翼みたいのが入れば
完璧なんだけどな。でもなんかゼルダ姫とさ、あのプルアとかロベリーが集合したらそれぐらい作れそうな気がするんだよね。翼をつけましょうとか言って言い出してギュイーンと作ってくれそうな気はする。今まではほら空に行くっていう理由があんまりなかったから、これからは必要になるじゃんみたいな。というわけでひたすらコログを素で回してますけど、今回運ぶのはどっちかっていうとさっきの浜辺にいたコログかな。君はどうにかしてイカダか翼で連れていかなくちゃいけないかな。うん、前作ではこの果ての小島に行くためにここからその上昇気流を作ってねこっちに飛んでった思い出はありますけど、ここから最果ての島までは飛んでいかなかった気がするな。翼を作ればたどり着くかな。うん、よし、特に変化はないようだし。さあバナナがいっぱい実っている謎ビーチ。お、あれ発見しちゃった。まさかのここ、あっという間じゃん。もっと岬の先かと思ってた。じゃあこれはちょっと次回以降に撮っとこうかな。うん、撮っておく必要もないかな。このチンクルの格好で見てもいいかな。さっきちょっと待って、さっきの子どこにいたっけ。この辺りか。うん、あれ違う人が出てきた。クイ、それにいった、クイ、あ抜けちゃった。わあこれは、すーり、なんか音、うん、はーい。おー普通。うん、よし、まあできればいいんだ、できれば。お、あざまーす。悩める男を一人救ったところで、さっきのコログちゃんどこ行ったかな。
忘れちゃった。あそこだったか。馬穂ではちょっと行けそうにないかな。ないね。よっ。ここが限界か。なんだかんだイカダを作って渡してあげるっていうのが王道的かな。ヤシの遺跡。はーい。これを連れて、なんか煙が2つ出てるからなんかえらいこっちゃって感じになってるな。うん、連れていけなくはないんだけどね。馬穂もさ、イカダに乗せて連れていけたらな。危ないかな。うん、はい、どうぞ。何体まで連れていけるんだろう。あっとっと、相乗りお願いします。ついでにどこかに転がってる岩ころぐを見つけていきたいとこだな。おっと、これは岩ころぐではないけれど、つまりころぐ。あー、待ってうん、またね。なんとか止まったか。せっかくだから横並びにしてあげたい。うん、よし。ちょっと好きだな。写真撮っときたいな。こういうのなんか前やってるような気がするけど。うん、確か自分がなんだっけ、ファントムの格好した時にもなんかこういうことやった気がするな。うひーみたいな。うん、よし、俺が連れてってやるぜ。完全になんていうか、ファントムに捕まっちゃった哀れなコログになっている。あそこも気になるけどな。ああいうところはイカダで行きたいところ。うん、あれ？敵か。頑張れ。お、危ない危ない。ちゃんと敵が近くにいると怖いって言ってくれる。うん、お、どっちがどっちだっけこれ。記憶力のある方は。お、
どうやら向かって左側の子らしいな。これいい。君はあんまり怖がらないんだね。あ、ちゃんと怯えてるわ。うん、こんな感じです。はーい。うひー。怖がってることは話せないんだよな。うん、あ、意外と岬から近いのかな。せっかくだから背中を隠してるものを消して、いや、おお、これはこれで騎士の割に何もつけてないって感じがするな。うわー、変なやつがいる。ならば、ででん、おお、気持ちいい。うわー、めちゃめちゃいっぱいいる。うわ、はたく。でーい。こうなれば、重心の意味、ふん、あんまりまとめて当たらなかったな。しかもやっつけちゃったな。いいぞ。海賊襲撃で俺はこういうことやりたかったんだ。物とも出会え出会え。気持ちいい。いた、巻き込まれた。ヒヒーン。お、ナイス。よし、勝った。さすがファントムさんやで。お、ボスボコの素材がなくなっている。ボスボコ最初にやっつけちゃうと素材が残ってくれないじゃん。これはまあしょうがない。楽しい時間はプライスレスだから。よし、いけそうだね普通に。じゃあ最果ての島までちょっと送り届けてあげようか。お、星のかけら、珍しい。よし、これなんか前作にもここにコルグがいた気がするな。あれは岩だった気がするけど、どうだったかな。うん、よし、イカダを作っていくのがでも軽い方がいいっちゃいいけど、立派なイカだ。うん、せっかく扇風機が2個もあるし。よっと、
これはこうかな。よし、じゃあ馬穂とはしばしの別れ。おお、すごいぞ、特等席だぞ。よし、じゃあせっかく海に来たんだから海に出ようぜ、裸で。ふう、馬穂行ってくるよ。おお、すごい。どう気分？そんな気分がどうのこうのとは言えないか。いい景色。あの辺りがウーロコ岬で、果ての小島はちょっと見えないな、水平すぎて。うん、カモメ、普通に海カモメか。ようやく最果ての島まで来ることができたけど、コログのおかげでこうやって来れるっていう意味もあるよね、やっぱり。案内人というか、なんというか。最果ての島。名残惜しいけど。おお。ん？ん？わあ。ちょっと待って。これは。おっと、危な。ふう、なんとかなったか。わあ、余計なやつがいっぱいいる。いい天気。前作ではね、最果ての島、とあるイベントが起きましたけど。追いついたー。まさか2人もお連れすると思いませんでしたよ。よかったよかった。うん、わあ、よかったー。さてと、最果ての島、うん、深穴もあるよね。ということはやっぱり最果ての島からしか行けない地底があるってことかな。うん、さあどうしよう。地上というか地上絵も見ておきたいし、うん、こっちにもおそらく祠はあるんじゃないかなと思ってるけど、どうでしょう。これがそうだった気がするんだけどな。ちょっとぼっくりジャンプで様子を見てみるか。ほい、浜辺で焚き火ってすごくそれっぽい。なんかギリちょっとよくわかんない施設になってる。なんだあれ、ソーラーパネルとも思えないけど。うん、なるほど。あ、コログ発見。え、コログじゃないよあれ。いや、コログ？うん。
あれは白銀ポコかな。うん、一瞬ポログかなと思ったけど、タンポポみたいな、綿毛コログみたいな、似てるからちょっと困る。うおー、気になる、気になるけど、まあ今回はここで区切っておこうかな。うん、一旦地上というか地上絵を見つつ、うん、地底もやりたいんだよね。あれ、ここってなんだっけ、言ってなかったね。ああ、とりあえずそっか、根を光らせるっていうところまでやったのか。なるほど。じゃあ地上絵見て地底もやりたいという方針かな。あとはビーチのこういうところを今みたいなイカダで調べたいって感じか。うん、よし、じゃあ上陸地点のここにワープマーカーを置いておいて、いつでも帰ってこれるようにしましょう。これ OK で、ここにいた子、ヤシのビーチにいた子も連れてきた。よし、結構頑張ったな。 OK、 じゃあ今回はここで一旦区切っておいて、次回はこのビーチ編頑張っていきましょう。最果ての島はまたもうちょっと後かな。よし、じゃあまた次回よろしくお願いいたします。別にこれは暇を潰す必要はないが、潰します。